はい、みなさんこんばんは、ゴーテスです。今日もなんちゃってレビューいっちゃおう。でんこちらなんだ、鉛筆削り。これね、スタッドラの鉛筆削りなんですけれども、これちょっと私が愛用している鉛筆削りの一つです。で、この怪我気にしないで、ちょっとバイクで転んだぐらいだから。で、この一応比較対象するためにこういう風に一般的な鉛筆削りであるんだけどね、何が違うかっていうと穴が違うんですよ、これ太さがね。ただ単にこっちとこっちが違うってだけじゃなくて、こっちとも全然違うんですね、太さが違いますよね、でどういうことかっていうと、これちょっと太めの、こういうペンがあるじゃないですか。これ刺したらね、刺さんないんですよって。これ透明の皮邪魔、これ刺してみます。刺さんないんですよ、これ中に入んないんですよ。つうことは一生回してても削れないわけですね。ところがなんだこいつですよ、この太いおかげでね、ざっくりこう入っちゃうわけですよ。これでしっかり削れる、これがすっごい。しかもこれ金属でできてるんで、こういうプラスチックのものだとね、どん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 ね、使っていくうちに弱くなっちゃうんですよ。で弱くなるとこの中ねグラグラしちゃうんですよね、こういうふうに。でグラグラしてるところでこう削っていっちゃうと、ポキッと先っぽが折れちゃうんですよ、悲しいことに。折れて折れて折れてね、削っても削っても折れて、削っても削っても折れてったらこのことになっちゃうんですよ。これもともとねしっかり長かった水彩色鉛筆なんですけど、こんなになっちゃったらな、どうしようねお前、使いたい時にお前芯ボキボキ折れるとかありえないんだけどみたいなことでね、そういった感じで、まあこれだとね安心して削れちゃう、ソキッね、すっぽり安定して削れるんでね、さすがステッドラ用のためにあるステッドラ用の色鉛筆だ、で、まあこれだけ太いとこういった特別なね、こういう太い鉛筆でなくてパステルペンシルなんだけど紙まみた、こんな形で一つでね、いろんなタイプの色鉛筆あるいは普通の鉛筆削っていくことができるんで、おすすめはこの金属でできたステッドラの色鉛筆削り、まあ色鉛筆削りじゃなくてもいいんだけど、鉛筆削りね、おすすめします。ということでゴッテスが愛用している画材なんちゃってレビュー、また次回お会いしましょう。またね、バイバイ。これ転んでぶっけてて、またねバイバイ。